はい、こんにちは。次に紹介する漫画は、この、月刊コミックマガジン、コムっていう雑誌ですね。漫画エリートのための漫画専門誌。まあこれあの、見てくれたらわかると思うんです1967年なんですね。あの、まあ今から55年前ですね。あの、登場人物考察、キャラクターは生きている、月齢、新人入選発表とかいろいろ書いてますね。 まあ、これ相当古いですよね、あの、まあ。で、この55年前なのに、あの、まあ、ちょうど連載されてたのが、この第一部、黎明編、手塚治虫ですね。手塚治虫の作品、この日の鳥ってあの、まあ、すごい有名で、あの、図書館でもいっぱいありますよね。あの、で、この、この本、まあ、55年前にあったんですね。そんなに古い漫画だったんだな、というのこれ見て、あの、改めて、 確かに僕が生まれる前の漫画っていうことは知識ではしてたんですけど、ここまで古いとは思ってなかったですね。まあ、他にも、あの、まあ、いろんない、いろんな漫画家が書いてますね。長島新二、あの、これ風天、あの、まあ、あの、青春残酷物語って書いてますけど、まあ、もう今では死後になってますけど、主人公は、この、まあ、ルンペンっていう、まあ、感じの人で、まあ、5日間ご飯食べてない状態で、あの、 まあ、倒れると。まあ、自分は職業はルンペンだと。まあ、今、ルンペン死後になってるんで、ちょっと、あんまり言ってたらなんかバンされちゃうかもしれないんで、これ以上は言わないですけど、まあ、あのー、 まあ食事を、あの、まあこの人はあの、みなし語で、あの、まあ一応働くことはできるんで、働いてお金食べたら、なんかに、まあ日本中を旅していくっていう感じですね。で、なんか敵屋とかやったりするんですけど、敵屋やるって一応その地域の役ザの人と話し通さないといけなかったりとかするので、ある程度の、まあそういうちょっと裏のつながりは、まあ、あると思うんですけど、まあ漫画だからその辺無視してるのかもしれないですし、まあ、この辺は、まあちょっとよくわからないですね。 まあ、こう、あの、懐かしい古い漫画、もう本当に古い漫画ですね。石森翔太郎。まあ、この人はもう今でも有名ですよね。まあ他にももういろんなあの、この、この1967年でもあの、車椅子バスケをテーマにした漫画がなんかあったっていうのもちょっと、ちょっと驚きですよね。旅、水野英子。まあ、 『七画家』ですしとかまあ本当にまに、あ、古い漫画多いですよね、まあ、こういうあの絵の描き方もあのしてるんですねあっても手塚治虫一つの作品に二、まあ、つ三つ描くこともありますからね今だったら残念ながらこの人のこの漫画あのもう今はもうこの人の名前全く聞かなかったんですけど ど、どこだっけ名前は。この、月齢新人入作、青や、青やぎ介。まあ、これ入選したから、これ出てるんですね。でも入選あ、あの、この人も別にそれ以上、まあ、何作か漫画書いたとは思うんですけど、ただ、今現在そんなに有名じゃないですね。ただ、この入選作よりも、あの、今現在、あの、より有名になってる人がいるんですよ、この中で。 ここ、ここです。あの、ここ、ここじゃないです。たぬき太郎じゃなくて、これです。虫と少年。足立ちみつれですね。あの、あだちみつれのデビュー作なんですよ。この、まあ、作品自体のひあの、タッチとか、あの、まあ、クロスゲームとか、H2 なんかでも有名ですけど、 あんまり高い、まあ、佳作だからそんなに高い評価されてないというか、さっき出た漫画に比べると、評価は低いんですけど、テーマ70、ストーリー45、コマ運び50、そしてキャラクター70、構図50、絵70ってなっておりますね。まあ、どんな漫画かっていうと、あの、この少年、あの、虫をなんか遊びでこうしたんですね。で、そして、あの、虫のせいに捕ま、捕まえられて、あの、もう、あの、裁判にかけられると。でも、あの、 やっぱりなんていうか、まあ、将来性あ、将来性というか、まだあ子供だっていうことで、あの反省する余地があるっていうことで、まあ、命は助けてあた、助けてもらって、無事、あの、まあ、人間の話に帰還す、まあ、帰還することに、まあ、成功するんですけど、あの、ただ、あの、まあ、費用では、なんか、この主人公が夢だったのか、幻想だったのか、この作品の終わりでは、